ゼットワンもいいでしょ。たまに見る分にはね。ゼットワンはない。金かかってますね。いや、ナレハンが一番かかってるから、あのかかった金を忘れることにしてますから。素晴らしい。なんもなんもかかったいうのがごつ嫌でね、恥ずかしいから。バカちゃう、そんだけ金かけてって感じでやるのも絶対落ちやからね。あ、いっぺん、絶対またがってみる、ごつ楽やで。あ、そうなんですか。左曲がって、そう、次の信号を左曲がって高架下を左で、ずっと行ったら右に入り口が見えてくるから、もう右に乗ってったらいいから。それまでもうずっとまっすぐやで、はい、ひたすら、はい、ああ違うんちゃうかって惑わされんように。すぐ上がったら、うん、それ上がったらもう湾岸行けるから、はい、そのままね。ちょうどライト上がったんでよかったわ。綺麗にカーボン入ってる。これ一番お金かかってんちゃう。500万、600万ぐらいかかってんかな、これやったら。ベルリンがあったね。恐ろしい。ベルリンと違うのかな。うん、これ起こした時重たいですね。あ、もう鉄の塊やもんね、でも。川崎、鉄の塊。そうそう、両方とも鉄の、アルミ使ってないからさ。アルミフレームとかやったらまたええんやろうけど。重たいです。重たいです。マッハの78にまたいてもらったら、マッハ軽いから。軽い。うん。またじゃあ、キラピンから教えてください。そうやね。次もまた一緒に、共に。です。どうですか、大阪味わいましたか。え、大阪味わいましたか。ああ、よかったですね。ありがとうございます。まあ、これで西村さんいてなかったらもうちょっとテンション下げるやんけど、やっぱ西村さんおったらね、そんなことないですよ。テンション上げなしゃあない。そんなことないですよ。はい、おまたー。またおまた。よっからしょ。この間あそこ行った、カフェ K。 え、カフェ K。 あ、カフェ K 行きました。うん、あそこのまんまもええやろ。いいよ、いいよ、そうでな。うちらだから、スタンプラリーに参加してもらってるもん。あ、そうなんだ、ね、うん、行きましょうか、おまた。おー、オッケーオッケー。ほんならストライカー、こっちからエンジン音聞かせてもらいます。どうぞ。Go ahead.